はい、皆さん、こんにちは。ヤクラボの島田でございます。今回何やるかというと、今回に関しては、ノアックのまとめの後半、これについて確認していくということになります。じゃあ、ノアックのまとめの前半では何やったかというと、まずそもそもノアックって何ですかって話をしました。そしてですね、ワルファリンの作用機序そしてノアックの作用機序これについて確認していったというのが前半です。じゃあ、後半何やるかというと、後半に関しては、ワルファリンのノアックの 適用書ですね。ワルファリンドの枠の適用書、どういう違いがあるんですか服用回数、どんな違いがあるんですかってことですね。こんなこと見ていったりとか、あと、総合作用どんなものを起こしたりするんですかとかですね。あとはどうかというと、あとは容量設定するにあたってどんなことを気をつけなきゃいけないんですかってことを説明していきますので、皆さんは後半部分で、適用書、服用回数とかですね、総合作用どんなものあるんですか容量設定どうしてるんですかってことを、これをね、確認していくようにしてください。じゃあ、まず一つ目の内容としては何かというと、一つ目の内容に関しては、適用書と服用回数、これについて確認していくということ なんだけどこのワルハリンの枠の適応症を見るとこんな感じでパラパラパラッと分かれてますがまずは皆さん大きく蛍光抗凝固薬っててどう使われてるかこれを知ってておいいくださいこの蛍光光凝固薬に関しては血流の遅いとこの血栓の形成の抑制これに使われてます血液の流れの遅いとこの血栓の形成の抑制これに使われているのが何かというと蛍光光凝固薬ってなってますんでそのこと知っておいてください。 じゃあなんでそれを押すのかって話になるんですけど、血液固まりにくくするお薬として、あとこんなものがありますね。血小板、血小板凝集抑制薬。これがありますよね。じゃあ血小板凝集抑制薬。バイアスとかですね。あとはクロピドグレルとかですが、プラビックスとか、まあそんなあると思いますけど、これらは血流の早いところの血栓の形成の抑制に使われてるってなってるんですね。で、それに対してどうかというと、蛍光抗凝固薬に関しては、血流の遅いところ。 静脈なんかにおける血栓の形成の抑制に使われてるってこと、このことを知っておいてください。なので、ここに並んでる適応書いろいろありますが、基本的には血流の遅いとこにおける血栓の形成の抑制っていうふうになってるんで、そのことを知っておいてください。じゃあ、そんな大まかな内容を押さえた上で、ちょっと細かいとこ見ていきますが、あんまりね、細かくやると大変なので、ざざざと見ていきます。まず、ワルファリンに関しては、 血栓症症全般に適応症を持っているこれがワルファリンですねで次はどうかというと次に関しては、まあ、適応症から見ていきますけど非弁膜症性心房細動関連を受ける虚血性脳卒中および全身促成症の発症の抑制これに適応を持っているのがダビルアトランアピキサバンエドキサバンリバロキサバンというふうになっているんでノアックに関してはもう全部この適応症を持っているということになります。 弁膜症性心房細動患者における拒経性脳卒症及び全身即戦症の発症の抑制これらに使うことできるんだよとなりますまあ、ちなみにダビガトランはこれしか適用がないですねで他のなんとかキサバンは全部これに適用を持っているということですじゃこの適用症 非弁膜症性心房細動患者における挙血性脳卒中及び全身卒前症の発症の抑制と言ってるけど、これどういうことなのって話なんで、これちょっと説明しておきますね。まあ、全部に適用あるんで、まあ、この適用書すごい大事ですから、これについて説明しておくと、どうかというと、この心房細動患者さんっていうのはどうかというと、心房、心房でですね、細かいですね、白動これが起こるんですよね。なのでどうかというと、これ心房で小さい白動が起こるので、どうかというと、心房から寝室に血液をしっかり送れません。 グインってなって送る。グインってなって送る。これができないんです。なので、この心房細動に関しては、心房に血液が滞る。これ知ってください。心房細動ってものについてはどうかというと、心房細動については、心房に血液が滞る。よどむんです。なので、心房に血液が残る。で、心房に血液が残って滞る。ってことは、そこで血流が遅くなるんですよ。 で、その血流遅くなることによって、血栓ができちゃうってことが起こるんです。なので、心房細動の患者さんは、心房で血栓ができやすくなるってこと。これを知ってください。で、心房で血栓ができやすくなって、その心房でできた血栓が心房のですね、内壁にくっついてたらいいんですけど、あることを機にそれがペロッと剥がれて、そして寝室に行って、その寝室からグイーンと全身を送られると。その血栓がウィーンと送られるとどうなるかというと、どっかで詰まって血栓側栓症が起こったりとか。 もしくは脳に行って脳卒中になったりするっていう、そんなリスクがあるよっていうふうになってます。なので、この心房細動患者さんについては、心房内で血液の流れが悪くなって血栓ができやすくなるよってことがあるから、そういった血栓を作らないようにするためにどうかというと、ノアックを使っていくんだというふうになってますので、そのこと知っておいてください。なので、心房細動患者さんに関しては心、心房の中で血栓ができやすい。なので、そんなリスクがあるからノアックを使っていくんだなってことを知っておくといいでしょう。 で、あとはどうかというと、あとはピキサバン、エドキサバン、リバールキサバンに関しては、深部静脈血栓症ですね。そういったものの治療に使ったりとか、あとは肺血栓側栓症の治療なんかに使うことができるよと。で、この肺血栓側栓症、これどうなのっていうと、この肺血栓側栓症は、これはね、足で、まあ足の静脈ね、足の静脈で血栓ができて、それがね、肺に飛んできて詰まったりするんですよ。 なので、やっぱり静脈でできる血栓なので、どうかというと、この肺血栓側栓症ですね。まあそういったものの治療なんかに、アビヒサバン、エドキサバン、リバロキサバンが使われるんですよというふうになってますので、そんなこと知っておいてください。なので、この肺血栓側栓症ね。これも静脈血栓によって起こってくるということ。これを知っておくといいかなと思います。はい。で、あとはどうかというと、エドキサバンだけですね。リクシアナだけ、 下記の下肢形成外科手術施工患者における静脈血栓側栓症の発症の抑制に使うことができるというふうになっているんですがまあ足のですね手術それをした後の静脈血栓側栓症の発症の抑制に江戸喫茶板が使われるとなってますの、ね、で、まあ、この敵は江戸喫茶板しかないよというふうになってますからそんなこと知っておいてください。 ということで、まあ、いろんな適応者ありますけど基本的には血流の遅いとこにおける血栓の形成これの抑制に使われてるんだなってことを知っておいてくれたらいいかなと思いますあとは使い方ですねまあ使用回数ですけどワルファリンは基本1回ねなのでもう1回しか使い方ないですダビガトランに関しては基本2回ですねでアピキサバンも基本2回エリキュースですねこれ2回使っていくとでエドキサバンは1回しかありませんリクシャナは1回しか使わないでこのリワロキサバンがですね ま、一回と二回っていうことがあるんだけど、まあ、基本一回です。基本一回。で、この深部静脈血栓症及び肺塞栓症の治療及び再発抑制の初期だけ二回っていうのがありますんで、まあ、リバロキサファンは例外的に二回,回使うことあるよとはされてますけども、まあ、基本は一回なんだなっていうふうに押さえておいてください。なので、ワルファリン、 エドキサバン、リバーフィキサバンは基本1回。ダビーガトランとアビキサバンが2回使うことあるよ、なんていうふうに押さえておくといいかなと思います。これが服用回数に関する内容となっているということです。なので、細かい適用証まで完全に覚える必要はないと思いますけど、まあ、よかったらですね、まあ、こんな適用証を持ってるんだな、ってことね。これ知っておいてください。で、もう、絶対知っておかなきゃいけないのは、基本は血流の遅いところに使われる。 血流の遅いところで、まあ、血流の遅いところでできる血栓、これの形成の抑制に使われる。という風になってますんで、そのことは知っておいてください。で、まあ、使用回数とかも知っておくといいかなと思いますので、まあ、使用回数に関しても、ワルガリン、エドキサバン、リバー・ルキサバン、基本1回。そして、ダビガトランとアビキサバンが2回というふうになってるんで、まあ、コロナほどを見といて、まあ、コンプライアンスの違いなんかでね、まあ、どっちがいいのかなっていうことを使い分けたりすることもできると。使用回数で使い分けたりすることもできるってなってますんで、そんなことを知っておくといいかなと思います。これが何かというと、これが適用症、服用回数に関する内容とないます。 はい。じゃあ続きやりましょう。続きに関しては何かというと、容量設定。これについて確認していきます。じゃあこの容量設定なんで見ているかというと、この容量設定どうやって行ってるかって知っておくことによって、容量正しいかな、ちゃんと調整してるかなってことをね、確認することできますんで、容量調整どうやって行ってるか、これを知っておくといいでしょう。じゃあこの容量調整に関する内容なんですけど、ワルファリンはっていうと、PT、INR、 プロトロンビン時間国際費。これを見ながら容量調整していきます。なので、このプロトロンビン時間国際費。これがですね、うまくコントロールできない時に関しては、容量がこうやって小刻みにちょっとね、変更していかれるということで、1ヶ月ごとに大きいんですね、ちょっと容量違ったりするっていうのはね、このワルファリンっていうのは PTINR。これによって容量調整してるんで、PTINR がうまく調整できない場合に関しては、容量がこんな感じで変動していくんだっていうふうになってますの、ね、で、そのこと知っておいてください。 はい。じゃあ、それに対して、アピキサマン、イドキサマン、リバーロキサマン、ダビガトランはどうかというと、これらについては PT、INR ラ見ません。じゃあ、どうしてるかというと、これらについては腎機能を見たりとか、あとは、併用薬を見たりとかしながら容量調整していきます。で、ものによってはね、体重なんかを見たりして容量調整していくものもありますし、あとは年齢なんかを見て容量調整していくものなんかがあるので、そのことを知っておいてもらったらいいかなと思います。 まあ、共通しているのは人機能ですね。これを見て容量調整しなきゃいけないっていうふうになっていること。そして、あと、併用薬ですね。ものによっては容量調整しなきゃいけないよってものがあるんだってことが、これ共通してます。で、あとはどうかというと、あとは体重みたいな、年中、年齢見てですね、容量調整してるんだなってことを知っておいてください。まあ、ちなみにこの江戸木砂場ですね。これに関しては、陸ア穴と言われるものなんですけど、この陸ア穴は60とか30という規格があるんですが、60は、 体重が6 0キロは以上ある人に使うことできて、30に関しては体重6 0キロ未満の人に使うものっていうふうになってますんで、まあ、そんなことも知っておいてもらったらいいかなと思います。なので大きな男の人に対しては60ミリでいいんですけども、細身の女性に関しては30ミリっていうふな感じで使い分けされてますんで、そんなこと知っておいてください。なので江戸木さばに関しては体重なんかで容量調整してるんだけど、60だったら6 0キロ以上。60、30、 6 0キロない人に関しては6 0ミリ使わず3 0ミリ使っていくんだよってことになってますんで6 0キロを超えてたら6 0ミリ6 0キロを超えてなかったら6 0ミリを使わず3 0ミリ使っていくんだっていうふうになってますからそのこと知っといてください。はい、ということでこれが何かというと容量調節に関する内容容量調節に関する内容を知っといたら どうかというと、ワルファリン使っていくにあたっては、PTIA が確認しなきゃいけないってことになってるし、アビキサバン、エドキサバン、リバルキサバン、ダビガトラン使っていくにあたっては、人機能とかね、併用薬見ていかなきゃいけないってことにね、気づくと思いますんで、そこをしっかり分かるようにしておいてください。これは容量調節に関する内容、容量設定に関する内容となっております。 はい。では続きやります。続きに関しては何かというと、相互作用に関する内容ね。これ見ていきます。で、この相互作用に関する内容も、ワルファリンとノワクではちょっと違いますんで、皆さんこれも知っておくといいかなと思います。ワルファリン使っていった、それでですね、相互作用どうですかって言われた時、こんなことを気をつけなきゃいけない。 じゃあ、ノアックの時はどうなのかってことね。これ知っておくことによって、ワルファリンとノアックの違い分かったりしますし、ノアック内でもどんな違いがあるかって分かりますので、皆さん、相互作用、これについても押さえておきましょう。じゃあ、この相互作用についてはですね、ワルファリンなんですが、もうこれ、むちゃくちゃ多いです。相互作用。むちゃくちゃ多い。びっくりします。全部文章を見たら、もうすっごい項目の量なんで、ワルファリンの相互作用を全部説明するのは難しいぐらいあります。なので、まあ、ワルファリンに関してはここですね。ポイントはここになります。多くの薬物。 食品との相互作用が認められているっていうふうになっているんですね。まあ、ビタミン K、含有食品とも相互作用あるよっていうふうになってますから、まあ、食品との相互作用もあるということで、まあ、これね、食品なんかとの相互作用もあるし、そして薬物もむちゃくちゃ相互作用を起こしますよと。いろんな薬物と相互作用を起こす。なので、使うにあたってですね、飲み合わせってめっちゃ気にしなきゃいけないのがワルファリンとなっているんだってことううです。本当に項目量多いんですね。まあ、禁忌薬もありますからね、まあ、注意しとかなきゃいけないっていうふうになっているのが、 ワルファミンとということになりますだからワルファリンに関しては使うにあたって相方の薬めっちゃ注意しなきゃいけないよっていうふうになってることを知っておいてください。 ねえそれに対してですね、ノアックってものは、ワルファリンほど相互作用多くないんですが、どうなのかというと、ここにちょっとまとめてますけど、まずね、エドキサバン、ダビガトラン、アビキサバン、リバールキサバン、これ共通して言えるのは、血小板凝集抑制薬、抗凝固薬、そして血栓溶解剤、まあこれと相互作用あるよ、まあそれはそうでしょうっていう感じですね。血液固まりにくくしてるんで、それはね、血小板凝集抑制薬、抗凝固薬、そして血栓溶解剤、これで相互作用あるのは分かるでしょうということになりますね。 で、まあ、これ2つに分かれてるんですが、どんなふうに分かれてるかというと、エドキサバンとダビガトランは、酵素阻害とか酵素誘導における相互作用はないと。まあ、載ってないっていう状態です。まあ、ちなみににダビガトランはもう記載に 酵素の影響を受けないって書いてます。ダビガトランはもう酵素によっての代謝を受けないって書いてるんで、もうダビガトランはね、もうこれ代謝されることはないので、酵素誘導薬、酵素阻外薬の相互作用は絶対ないんですね。で、エドキサバンに関しても、ピートタンパク阻害剤との相互作用は載ってるんですが、酵素阻外剤、酵素誘導剤との相互作用はありませんので、まあ、このエドキサバンとダビガトランはまあセットで知っておいた方がいいかなと思います。これはもう、 血液固まりにくくなる系のお薬とあとは P ートタンパ質阻害剤ですねこれとの相互作用があるよという報告があるというねそういうふうになってますので、まあ、これまとめて知っておくといいかなと思いますでアピキサバンエドリバールキサバンどうかというとアピキサバンリバールキサバンに関しては血液固まりにくくなる系のお薬と P トタンパク質阻害剤ですね で、プラス、シップ誘導阻害との相互作用が認められている。っていうふうになってますんで、アビキサバン、リバールキサバンに関しては、追加してシップ誘導、シップ阻害との相互作用があるよということをですね、このエドキサバン、ダビガトランにくっつけとくとわかりやすいかなというふうに思います。なので、ノアックに関しては、まず血液固まりにくくなる系のお薬と相互作用がある。それはそうじゃないと。で、ピートタンパク阻害剤とは相互作用があります。全部共通してある。で、あとは、 アピキサバンやリバーロキサバンは、シップ誘導剤、阻害剤との相互剤もあるよと追加されてるんで、そのこと知っておいてくれるといいかなというふうに思いますね。なので、ワルファリンはいろんなものと相互剤を起こす。これはいいんですけど、エドキサバン、ダビガトラン、アピキサバン、リバーロキサバンは血液固まりにくくなるお薬と、あとは P トタンパク阻害剤。これだと相互剤あるっていうのは共通してる。で、アピキサバン、リバーロキサバンに関しては追加して、シップ誘導剤、シップ阻害剤との相互用が認められてるっていうふうに押さえておくとわかりやすいというふうになりますんで、この こんな感じで頭の中に入れてください。で、まあ、詳細添付文書で見た方がいいと思います。あくまでこれまとめなんで、大まかにこんな感じだよという風に押さえておいてください。で。まあ、相互作用の観点からしても、やっぱワルファリンよりもノワックの方が使いやすいという風うになってますね。で、投与量設定の件でもそうですし。まあ、このね。相互作用の件でもそうですけど、やっぱワルファリンよりもノワックの方が使いやすい。新規傾向工具用具薬の方が使いやすいとはされてますね。容量設定も簡単。相互作用も少ないとされてるんだということです。これ知っといてください。 で、休薬期間についてどうかっていうこともね、一応見ておきましょう。休薬期間に関してはですね、こんな風になってますね。ワルファリンがだいたい3から5日ぐらい休薬しましょうと。まあ、手術するにあたって3から5日ぐらいの休薬はいるよということです。で、ダビガトランは24時間ですね。で、大きい手術の場合は2日以上開けてくださいとされていると。で、アピキサバンは低リスクの場合は24時間。中から高リスクは48時間ですね。で、エドキサバン、リバロキサバンは24時間開けてくださいねという風になってますんで、まあ、ノアックは基本ですね、 軽い手術とかだったら24時間開けてくださいと。で、大きい手術だったら48時間開けたりしなきゃいけないよってものがあるっていう感じですね。なので1から2日って感じで押さえておけばいいと思います。このノアックに関しては1日から2日ぐらい開けてくれればいいよって感じで押さえてもらったらいいんですけど、ワルファリンは大体3から5日ぐらい開けるんだというふうになってますので、まあ、この休薬期間について聞かれることもあると思いますから、大まかに知っておください。ワルファリンは3から5日ぐらい。そして、 の悪に関してはどうかというと、1から2日ぐらいというふうになってます。まあ1日が基本だけど、場合によっては2日休約しなきゃいけないものがあるので、まあ2日休約しといたら間違いない。48時間休約しといたら間違いないよっていうことになっているということです。これは休約期間に関する内容。まあたまにね、手術受けるのでどうしたらいいんですかって話とかもあると思いますので、知っておくといいかなと思います。はい で、最後、ワルファリンからノアックへの切り替えですね。まあ、たまにいらっしゃいますね。ワルファリンやめてノアックにしようと。まあ、相互作用多いし、もう飲むのもね、毎回 PT あれならあかんのめんどくさいし、っていうことでノアックに切り替えるっていう人いるんですけど、どうかというと、一般的にですね、一般的にワルファリンの作用がなくなったというか、ワルファリンの治療域ですね。これがですね、もう、 下回った場合ですね。ワルファリンの治療域下回った場合。まあ言うならば、PTINR で2.0未満になった時ですね。この時にノアックへの切り替えを行うと、一般的にされてます。一般的にはこんな感じです。大体ですね、ワルファリン使ってる時の治療域って PTINR が2とかですね、2よりちょっと大きいぐらいで治療してることが多いんですよ。なので、その2を下回った時に、まあ治療域じゃなくなったから、そこからノアック使おうかっていうふうになってますんで、この切り替えについても見ておいてくれたらいいかなと思います。大体こんな感じでくださ いいいいここんななな感じになっっててるということととうを知っておくといいかなと思いますもう今ね、ワルファリンからノアックへの切り替えってそんなに多くなくてもいきなりノアックって人が多かったりするんで、まあこの項目もですね、まあそんなにね、しっかり知っておく必要ないと思うんですけど、たまにいらっしゃいますね。ワルファリンやめました。納豆との相互用が面倒めんどくさいってことでやめたって人とかね。で、その人がどうかというと、その人がですね、 陸車に変えたとかね、言ってきたりすることあるので、ね、その時はどうかというと、その時に関しては、まあ、p t i はが2未満になった時点、まあ、治療域ですね。これを下回った時点で、ワルファリンに変えるっていうことね。まあ、こんなことがありますんで、それを知っておくといいかなというふうになってます。ってことで、これが最後の内容。ワルファリンからノアックへの切り替えについてのお話ということになります。ってことで、今回は何見ていったかというと、後半に関しては適応症、副用回数。まあ、このものを見ていきました。まあ、どんなものに使われるのかなって知っておいた方がいいでしょうってことでね、適応症なんか見ていったってことです。あとはね、相互作用とかね、用量設定についての話見ていきましたんで、皆さん こんなことを知っておいてもらってノアック、ワルファリンの何が違うのかそしてノアックの中でどんな違いがあるのかこれを知ってもらって適切に使うようになりましょうそれではまた最後まで動画見ていただいてありがとうございます今回の動画いかがでしたか良かったなと思う人に関しては高評価ボタンをもしくは何か気になる点あるんでしたらコメント欄からコメントください今後もですね医薬品情報といろんな情報を上げていきますので良かったらチャンネル登録お願いいたします